Is that okay? Thank you very much. Thank you. Good night. Wow, すごいな。Thank you. Anyway, okay? Yeah, okay. Okay.あ、すごいすごい、いいホテルやん。すごい。いいホテル、いいホテル。パパ、貝殻、はい。貝殻あるね。そうね、南国気分。ね、わあ、いいホテルやんか。お、回ってる回ってる。チェックインは自分で行かないの？あ、チェックイン、あ、チェックイン自分で行かなあかんの？あ、そう。僕は SD で。We'd like to check in, please. Sure.Okay. パスポート俺も入れた。パパのとこに入れたから出します。それ今さ日本の方ですか。ああそうなんですよ。失礼しました。日本人対応。ああよかった。ああよかった。失礼しました。あの来るときあの、はい、あのシャトルバスが待っててくれないですね。そうですね。20時のバスだ、ね。ああそれに間に合わないとダメなんです。申し訳ございません。荷物が出てこなくてね、なんか間に合わなくて。ああそうなんだ。待っててくれるもんやと思ってたから。申し訳ございません。やはり他のお客さんもいらっしゃる。まあそりゃそう、そりゃそうですね。いや全然いいんですけど。はい。申し訳ございません。ちょっともう一つ椅子もらっていいですかね、ココロちゃん。一応な、あのシュノーケル、そうそう、シュノーケルの話とか。ほな、抱っこして。あ、抱っこしようか。すみません、日本の方ですか？あ、日本人の山本と申します。非常に助かります。非常に助かります。空港からここまで、はい、仙洞で来たとき。あ、そうそう、仙洞、まあ、5ドルで来たんですけど、まあそんなもんで。そうですね、大体それ見えますね。あ、なんかね、悪いタクシーかどこが。よかった。よく見ました。よく見ましたけど、明日、明後日いてます？明日は出勤が14時からになります。14時でしたらおりますので、いろいろ聞けるね。あ、よかった。英語と竹彦さんが、そうなんです。確かに。ではご用途の確認よろしいでしょうか。はい、はい、大竹英子様のご予約でこちらいただいております、はい、お名前こちらで確認と、お日にちが本日9日から11日でも2泊でいただいております。はい、お待ちいただいております。大丈夫です。はい、ではこちらでご予約お間違いございませんでしたら、はい、メールアドレスのご記入をこちらにお願いします。メールアドレス、はい、はい、それぞれサインをいただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。ちょっと邪魔やな。メールアドレス、あと何言ってたっけ、なんか名前3箇所とか言ってたっけ。あ、そうか、3名分ってこと。うん、あ、3名分ね。あ、分からん、全部歌ったけ、結構分からん、分からん、まあまあいいよ、分からん、分かんかったらゲスト 1,2,3 が当てるんじゃん。暑、うん、いな、暑いな、朝食の場所とかも。あ、うん、あ、Thank you。 あ、Thank you。 はい、あの、なんか一応オールインクルーシブなんですけど、はい、いただいております。はい、あの、なんかあのシュノーケルとかもタダで行けるって聞いたんですけど、アクティビティの類でしたらタダで無料でご用意しているんですけど、はい、だシュノーケリングに関しましては現在なくなっておりまして。あ、そうなんだ。カヤックなどの貸し出しだしらございますので、そちらはまだカヤック、ほら予約が必要なんですよね。カヤックにつきましては自由に貸し出しを行っておりますが、特にご予約は不要でございます。ほな、行った時に勝手に使えばいいということで問題ございません。
えばヨガのクラスであったり、はい、ストレッチやアクアフィットネス、はい、スイミングクラスや、はい、ビーチバレーのアクティビティにつきましてはご予約お願いします。ヨガしたいです。ヨガですね。明日早朝ですよね。確か早朝と夕方の夕焼けを見ながら。そうやな、早く早朝で7時からになります。7時からで、その後で朝ごはん食べれますよね。問題ございます。はい、大体何分ぐらいの。大体朝7時から大体1時間前後。1時間、8時にはならないぐらいだと思うんですけど。子供いるけど大丈夫ですよね。半分ぐらいございません。あとあのライフジャケットって借りれるんですか。そうですね、ご用意ございます。お子様用のものもございますので。ああ、その大人の分は。大人の分が確か、そうですね、大人の分も確かあったかと思います。その、はい、そのただただで問題なくお楽しみください。あ、ありがとうございます。無料でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、飛行機などいかがでした。遅れたりなどしませんでした。すみません、なんでもいいか。飛行機は遅れたりなどしませんでした。あのね、あの飛行機遅れなかったんですけど、はい、あのバゲッチが出てくるのがね、はい、遅くって、それで、そう、それで多分あの8時超えちゃって、あのアライバルゲートあたりにいつも待ってるんですか。はい、あ、ほなもうパッと見で分かるようにあるんですか。ソルビーチ、あ、スタッフも待っておりますので。あ、そうなんですか。はい、あ、ほなパッと見でなかったらもういないということです、ね。申し訳ございません。あ、ほな迷うことはないところにいてるっていう。あ、オッケーです。はい、まあ車内、まあ500円ですね。確かに。それではですね、ルームチャージ、お金の料金が確認取れているのですけれども、はい、私どもデポジット、デポジット、ね、預かり金ですね、はい、okay、ですこちらが20日間で200万ドン、約1万円お預かりしていただきますが、はい、あ、クレジットですよね。はい、可能でございます。 OK です。クレジットはビザ以外何でも大体ですか。ビザやマスターカードなんだ、いけるんかい。はい、旅行会社はビザしか使えない。旅行会社はビザしか使えないのも、なんかもうなんかあんまり当てにならないさようでしたか。さようでしたか。サビバンク製造問題なく使い利用できますし。あ、そうなんですね。はい、他、例えば当ホテルは問題ないんですが、他のレストランなどではもしかしたら使えないことかもございますので、そういった内容だったかと思いますし。ほな、これでお願いします。はい、恐れます。書類もだけこちらよろしいでしょうか。 OK です。ですか。あ、そう、お土産買うときはビザはいけるんですよね。そうですね。例えば当店あちらショップをご用意しておりますが、あちらにも、はい、例えばお土産品置いてますし、はいはい、そちらでこれであればカードも利用は大丈夫ですね。ただ例えばナイトマットダウンタウン方面に向かれる場合なんですけど、はい、お店によってはカードのご利用ができない場所もございますので、はい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 、ご了承くださいませ。 OK です。はい、ドンじゃないとダメなんですね。そうですね、ドンで。ホテルで両替するのはここです。そしてこちらフロントで下回っております。やっぱりレートはだいぶ悪い感じ。今現在でしたら、ただ日本円1万円で200万ドン前後。それはいいんですか。そうですね。ただダウンタウン運営ですと例えば180万ドンであったり200万ドン超える場合もございます。バラバラですから、試合にそうですね、こちらがいいとは。ほな、決して悪いわけではないということですね、こちらとしては。いやー、助かったなー。日本人の人は諦めてたもんね。飛行機でも日本人なかった、まあ、こっちも いないものと思ってきてるから余計安心しちゃう。今年末年始が過ぎたあたりですから、日本人の方もだいぶ帰られて。あ、はい、あ、日本からの方も結構おられるんですね。ちょうど以前日本旅行さんからあのチャーター便でこちらにお越しいただきました。すごいね、はい、割に団体みたいな感じ、団体様です、お越しいただきました。では本日ウェルカムレッジオールインクルーシブでご予約いただいておりまして、簡単にご説明させていただきたいと思います。当店レストランが3つございます。はい、ザ・キッチン、シャーク、オラ・ビーチクラブ3点ご用意しております。はい、もう頂上会場は2つございまして、こちらの上からザ・キッチンとシャーク、この2つでご用意しております。ザ・キッチンがバイキング形式のレストランでございまして、はい、このロビーの下、ベースメントのフロア、地下1階にご用意しております。はいはい、お時間6時30分から10時の時間でご用意しております。あ、まだ行けるんですね。なので、はい、そうですね、今でしたら夕食問題ございます。もうほな今日からオールインクルーシブ行ける問題ございます。ああ、じゃあ使い
ちょっとそのせっかくで喋る。そうですね。就職につきます。あ、すみません。まずシャークの通じシャークなんですけど、シャークはあちらビーツのようなやつがございまして、ビーツの右側になります。こちらアラカルトメニューをお選びいただく形になりますのでご注意くださいませ。それでも何を頼んでもさようでございます。ありがとうございます。続きましてランチなんです。ランチは3つのレストランすべてでご利用いただきます。同じくバイキングのザ・キッチン、同じくシャーク、そしてもう1つがビーチの左側にございます。オラビーチクラブ。オラビーチクラブ。はい。こちらはランチのみになります。ランチご注意くださいませ。そしてディナーに関しましては、それはザ・バイキングのザ・キッチンかシャークレストランお2つでしたらご利用いただきます。その際にですね、こちら、サインを求められますので、サインだけいただきましたら、はい、ここにあのお食事とはすべて含まれておりますので、なるほど、ご安心ください。サインはもう漢字でもいいんですか？もちろんでございます。お飲み物なんですけれども、こちらお迎えにございます、ロビーバー。ロビーバーと、プールにございます、プールバー。そして、これらのレストランですね。朝食中と夕食でお召し上がりいただく場合のレストランで、はいはいはい、すべてお飲み物が専用のメニューがございますので、そのメニューの中からでしたら飲み放題で。それは行けば分かるんですか？はい、お渡しいたしますので、これがオールインクルーシブのメニューでございます。分かります。お渡ししますので、そのメニューの中からお選びいただきます。それはあのシャークとか、その、はい、全て共用のメニューになり、お飲み物は全て共用のメニューになりますので、あ、なるほど、それの中から選んでいただきまして、分かります。ソフトドリンクもございますし、もちろんアルコール類もございます、ジュースの類もございますので、分かりました。またこちら確認をお願いいたします。 OK です。お時間帯も必要ございますので、はい、今でしたら夕食でしたらファイティングでしたら22時まで問題ございませんし、もしくはシャークレストランもございます、ね、シャークレストラン行ってみようか。22時までに店に入ればいいってことですね。ございません。シャークレストランでしたら、例えばハンバーガーなどもございますし、いわゆる給食がメインですね。お子様もおいしい。シャークレストランでも一応そのビールとかは出す、ね、問題ございません。あ、アルコール類もカクテルの類もございますし、 ありがとうございます。もちろんジュースもございますから、お子様もちょっと行ってみようか、ね、せっかくやし、もしくは軽くご案内できますが、ほな軽くご案内してもらいましょう。はい、ほな軽く案内してもらいますわ。せっかく日本人の方に、ね、こちらのブレスレットだけお願いします。ブレスレット、こちらを申し訳ございませんがチェックアウトのお渡しができませんので、ああ、はあ、ご了承いただきます。わかりました。ほな、もうずっとこれ付けたまま、もう寝泊まりしないとダメ。ああ、そうなんです。そうではございますが、でこのままシャワーを浴びていただいたり、海に入っていただいても結構でございますので、ご安心ください。もし切ってしまった場合など、もう無効になっちゃうんですね。で残骸をまたこちらお持ちいただきましたら、また新しいものを、またこちら切ってしまったものをまたお持ちいただきましたら、また新しいものを付け直していただきますので、OK です。ハサミを持ちます。ハサミね。私左にします。これはなんか遊園地のフリーパスみたいな感じで、このあれです、遊園地のフリーパスみたいな感じで、こう、オールインクルーシブかどうかを、ね、はい、すいません、ありがとうございます。きつくない方がよろしいですか？あ、はい、これぐらいでよろしいですか？ありがとうございます。だいぶ気持ち的に違うな。だいぶ違うな、そうそうまあまあ、一応はい、大阪です。どちらですか？兵庫県の。あ、めっちゃ近い。えらい近い。え、もうずっと住んでるんですか？一昨年の11月ですが、ちょうど1年とちょっと過ぎたぐらいです。すごい。失礼いたします。え、正社員でこのホテルに就職でございますよ。すごい、めっちゃ優秀じゃないと絶対に乗ってもらわれる。ちょっとトイックとかも言われるんでしょう。そうですね、勉強はしてますけど。あ、すごい、英語パパ教えてもらって、めっちゃ勉強してください。めっちゃ勉強してください。それでは、こちらどうぞお持ちください。いいですか。では、こちらでチェックイン手続き完了いたしました。あ、ではまでご案内させていただきます。まで荷物あっちで渡しちゃったんですけど、はい、大丈夫。今、ご一緒にお持ちいたしますので、ご安心ください。あとで、魚のビーチ、ナイトマッチ。あ、いや、聞いてみようか。聞いてみようか。オッケー。今回の部屋が、はい、あちらのビルディングになりまして、はい、まず一つのザ・キッチンのレストランはこのビルディングに近いから、この一つ一つ下にございます。あ、そうなの、はい、僕らの、アコモンデーションってじゃなくて、宿泊、はい、ルームの下に、ザ・キッチン、あ、シャークがある。ザ・キッチンはあちらですね。あ、そうですか。反対側になるんですよ。分かりました、分かりました、はい、ご覧いたしますので。あ、すいません、分かりました、はい、お荷物の確認だけよろしいでしょうか？お荷物の確認だけしてます。はい、お荷物ございます。あ、2つです、はい、あれがシャトルバスですか？あれは違いますね。違いますね。あれは違います。あ、間違いないです。はい、あちらまでお進みください。エレベーターございます。エレベーター、はい、プライベートビーチってお魚っているんですか？あ、
浅瀬ですから、そこまでお魚が見えるというわけではないですね。ほなカヤックはプライベートビーチでやるっていう形で、はい、あなるほど。そう、例えばお魚目当てのシノテリングの希望でありますから、うん、別のツアーがいやいや、いや、そこまでがっつりしなくてもから外に出る形になりまして、向こうの湯に行くまで向かう形です。なんか迷いそうですね。でも歩道は単純ですけど、すぐ分かれてそうなんです、はい、これ全然読めないですよね。こういう時に逆に英語が楽しくというかありがたくなるんですよね。次はエルグ5位の座りをありまして、ここから上は全部客室になるんですけど、次はこのエルグの B のぐらいですね。この上はちょっとあのランクの高い部屋になる。というわけではないんですけども、はい、エクストラビーチハウスでいただいておりましたので、同じお部屋ももちろんございますし、それ以下のそれよりしたね。まず右側が朝食会場のザ・キッチン、はい、あザ・キッチンね。これはでも朝食どころか昼食晩食も全て含まれます、ね、全てバイクになります。なるほど。左側はジムになります。その人は使わない。スパワーは追加料金ですね。ですね。オッケーです。20%オフで無料。なるほどなるほど。またメニューも無料。はい。ジムは無料で。無料で。いやーすごいね。あの座ってる方たちはなんかビーチバーかなんかで飲んでるんですか、はい、それともただ休んでるだけなんですか。あ、いえ、こちらのテラスもザ・キッチンのエリア内ですので。おお、そういうこと。あ、本当だ。あ、なるほど。ザ・キッチンの人が食べてる。そう、ザ・キッチンの人が外で食べたいから外に持ってきて食べてるっていうこと。あ、へえ。こちらどちらも選んでいただいても結構よ。ああ、はいですね、はい、へえ、いいホテルやんか。そうですね、朝早く。ヨガの場所って。そう、ヨガの場所。ヨガの場所はですね、この真っ当道路沿いにまっすぐ進みますとプールがございます。はい、その外がビーチエリアになりますので、そのビーチエリアに向かっていただけますか。なんかあの水着でやらなあかんとか、そういう特にそういったことはございません。なるほど。動きやすい。わかりました。マットレスをご用意いたします。あ、なるほど。もうあの体だけで行ったらいいわけです。大丈夫です。あ、ここが僕らのその宿泊の部屋ですね。2階。シャークはどこに？シャークは反対側にあります。今あちらの白い光見えますでしょうか？はい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 。あちらの。はいはいはい。なるほどね。ちょっと軽く動かしてしまう。あ、すいません。すいません。もう。なんか結構迷いしてる。いや、まあまあでも、最初だけ、最初だけやんな。ベトナム語もぼちぼち喋れる。ベトナム語は全くですね、ま、英語でやり取りをしていますから。あ、方のスタッフとのやり取りになりますと、ベトナム人スタッフを介して、あ、英語が分からないスタッフを介してという形になります。一応こういうのは何を書いてるか分かるわけですか。やはり英語でしたら分かるんですけど、やはりベトナム語のみでしたら全くです、ね、ここダンとかね、スーとか、これ何なんでしょうね、はい、これそうです ね難しい。1号室でございます。1号室。あ、一番手前ですか。大丈夫です。あー、それは分かりやすい。C ビルですね。C ビル。あ、C ビル。ここが3ビルディング。あー、なるほど。お、いいえ。もしもの段差ございます。はい、ください。はい、こちら段差あるって。わー、すごい。どうぞ。あー、すごい。お邪魔しまーす。はい、どうぞ。わー、涼しいし。クーラーいかがですか。あ、大丈夫でございます。めっちゃいいや。
ただでも一応操作の仕方教えてもらおうかな。クーラーのなんかたまにあの電源とかわからないからね。そうですね。わすごいすごい。わいい。あこれはあの見えちゃうタイプの。見えちゃうのもできる。もちろんもちろんもちろん。見えちゃうタイプの。水の補充がないんだったっけ。ああ。これで終わりってこと。そうやな。お水の補充ってあるんですかね。もちろんでございます。こちらにお水ボトルでご用意しているんですけれども、清掃の際にまた追加していただくんですが、今回オールインクルーシブでいただいておりますので、はい、いつでもバーやレストランでなるほどお部屋にお持ち帰り。ああ、そうや、なるほどなるほどなるほど。ほんなら今現在はもちろんレストランもございますし、バーも開いておりますので、ああですね、直接おっしゃっていただきましたら結構ですし、同じタイプのボトル、例えば 500ml もございますし、1500ml もございますので、めっちゃアホなんですけど、これケトルはこのお水を入れて温めるってことです。水道話です。そうですね、水道水は口に含む分には問題ないんですけれども、はい、飲んでしまうとちょっと何かが日本とは違います、ね、このサンダルはこのサンダルで外を歩いてもいいですか。問題ございません。浜辺に向かって抵抗でございます。こちらがセーフティーボックスの方がございますので、はい、また貴重品等よろしくこちらに、はい、簡単にお説明しますと、4というのは暗証番号を例えば0を押していただきまして、はい、シャープを押していただきますとクローズ、はい、始まりまして、あと最初オープンする際は同じく暗証番号を入れていただきましたらオープンになります。オープン、オッケー。こちらの暗証番号はご自由にお決めいただいて結構でございますので、はい、わかりました。続きまして、こちらルームキーなんでルームキー1枚のご用意ですが、はい、もしもう1枚必要でしたらまたフロントを押していただきます。わかりました。ご一緒に貼っておりますがプールカードと申しまして、直接プールエリアにお持ちいただきますとタオルの交換が可能でございます。ご利用いただきましたタオルまた返却いただきますとこちらのチケット返還されますので、滞在中50円を使っていただきます。あ、プールカードを渡すとそれが借りれて、それを返したときにプールカードをまた、あ、ほな、あ、なるほど、はい、OK です。またチェックアウトにこちら返却をお願いします。わかりました。何か、ヨガのクラスのご予約ですね。はい、お一人様、3名様。3人、はい。かしこまりました。大丈夫ですね。あ、そうですね。途中でダメだった場合、抜けてもいい。もちろん、ね。はい、ですね。はい。今度明日、17時ですね。直接ビーチに向かっていただければ結構でございます。わかりました。よしは軽くビーチまで、軽く案内してもらう、せっかくなんでね。はい。あとこちらはルームキー。はい、OK です。ありがとうございます。もし例えば何かございましたらお電話でゼロボタンを押していただきますと、ゼロボタン、はい、つながりますので、わかりました。それをしたらジャパニーズサーフとジャパニーズサーフ、はい、ジャパニーズサーフから、よかったよかったな、うん、いないと思ってたからね、そうそう、ね、いないって書いてた。鍵は大丈夫ですかね、お持ちですかね。鍵持ってます。はい、はい、じゃあピーチ、これじゃあ覚えといてよ、パパすぐ忘れるから。